山崎達彦彦は、日本の実業家。アストモスエネルギー代表取締役社長や、同社代表取締役会長、日本 LP ガス協会会長、日本 LP ガス団体協議会会長を務めた。山口県出身。1977年香川、大学経済学部卒業、井出光興産入社。2003年井出光ガスライフ常務。 2006年アストモスエネルギー常務、2010年アストモスエネルギー専務、2011年からアストモスエネルギー代表取締役社長を務め、第30代日本 LP ガス協会会長や日本 LP ガス団体協議会会長も兼務し、元売り各社と共に調達先を中東以外に分散させるなどして、2012年にはシンガポール支店の開設も行った。 2014年アストモスエネルギー代表取締役会長。アストモスエネルギー社長に山崎市日本経済新聞に2011年2月7日府4県に補助金交付重点諸島配合を推進日断協6面ガスエネルギー新聞2013年7月29日号増田新体制が指導日協が総会民備提言へ 全力系中、ジャパンガスエナジー2014年8月1日公新聞、LP ガス日陰社から、一点長次へ、災害に強いグリーン分散エネ計算書、エネ計画改定で位置付け工場環境新聞、アストモスエネルギー社長に、マス市日本経済新聞2014年2月27日付。ありがとうございます。